あの、失礼ですが、石山先生でいらっしゃいますかええ、石山ですが。キャロル・ベーカーと申します。ベーカーさんですか。どうぞよろしく。よろしくお願いします。先生、いつからここで教えていらっしゃるんですか ?15 年前からですよ。その時に日本からいらっしゃったんですかええ、そうです。先生、日本はどちらからですか東京です。 ベーカーさんは日本へ行ったことがありますかい,いえ、まだです。でも留学したいと思っています。日本語の学生ですかはい。日本語は高校で勉強したので、ここの2年のクラスに入れていただきました。そうですか。今年の2年のクラスは三田先生ですね。はい、そうです。あのクラスは宿題が多いですよ。頑張ってください。はい。 頑張ります加藤さん、こちらは僕の友達のトム・ブラウン君ブラウン君、こちら9月からここの大学院で電気工学を専攻している加藤真由美さん加藤です。どうぞよろしく初めまして。トム・ブラウンです。学部の2年生ですブラウン君、君もテニスが好きだけど、加藤さんもテニスが趣味なんだよ でも、上手じゃありませんよ。今度一度やりましょうか。ええ、ぜひお願いします。ところで、ブラウンさんはどうして日本語が話せるんですか一年高校留学してましたし、日本語が専攻ですから。上手ですね。い,いえ、まだまだです。日本に興味を持ったのは留学した時からですか実は中学の時、 隣に日本人の家族が住んでいて、そこのたけしくんっていう男の子といつも遊んでいたんですよ。それで日本に興味を持つようになったんですかそうなんです。日本語も少し教えてもらったし、日本のビデオもたくさん見せてもらったし。だからブラン君は日本文化についても知識豊富なんだ。知識豊富って何ですか色々なことを知っているっていうこと。 そうでもないけどな。日本へお帰りですかええ。ベティです。どうぞよろしく。前田亜希です。どうぞよろしく。ベティさんは大学生ですか先月卒業したばかりです。前田さんはニューヨークにある日本の会社に勤めているんですけど、2週間休暇を取って日本へ帰るところなんです。 日本はどちらですか京都です。生まれたのも育ったのも京都なんですよ。私も京都へ行くんですよ。えお仕事ですかええ。京都で英語を一年教えることになっています。そうですか。日本は初めてですか前に一年間留学しました。京都はその時一晩だけ泊まりましたけど、 とても気に入りました。私がいる間に一度家へ遊びにいらっしゃいませんか両親のところですけどどうぞ。この名刺に両親の家の電話番号を書いておきますから。どうもありがとうございます。8月26日木曜日今日の午後4時頃成田を出て今日の午後4時頃この町に着いた。 日本から十数時間かかったのに、日本とアメリカの間には日付変更線というものがあるので、同じ日の同じ時間になってしまった。空港にはフレンズ・オブ・インターナショナル・スチューデンツというグループのメンバーのルーカスさんという人が迎えに来てくれていた。アパートが見つかるまでルーカスさんの家に泊めてもらうことになった。ルーカスさんは自分をファーストネームで呼んでもらいたいと言うけれども、 30も年上の人なので、どうもトムとは呼びにくい。8月27日、金曜日。昨夜は時差ボケでよく眠れなかった。今日はルーカスさんが車でアパート探しに連れて行ってくれた。キャンパスの近くには安くていいアパートがなくて、結局大学から歩いて20分ぐらいのところに適当なのを見つけた。 月曜日に引っ越すことにした。8月28日土曜日。今晩はルーカスさんの知人の家のパーティーに連れて行ってもらった。着いたらすぐ若い男性が話しかけてきた。ハリスと申します。学部の2年生で専攻は日本語です。どうぞよろしく、などと、とても丁寧な日本語でペラペラ自己紹介されて、びっくりしてしまった。 去年日本語のクラスで自己紹介の仕方を習ったので使ってみたかったのだそうだ。良さそうな人なのでそのうちまた会うことにして電話番号をもらっておいた。それから中年の女性と英語で話した。お互いの家族について話していたらその人が I have three beautiful daughters と言ったのでびっくりした。日本人は私には美しい娘がいますなんて 英語でもとても言えないと思う。日本語と英語は文法だけでなくて考え方も随分違うらしい。アメリカについて初めてのカルチャーショックだった。こんにちは。ベーカーさん、今こんにちはっていうのはおかしいんですよ。どうしてですか私たちはもう今朝一度会っているでしょそういう時は こんにちはって言うと、ちょっと変なんです。じゃあ、何て言えばいいでしょうか何も言わないで、えしゃくすればいいでしょう。えしゃくってどういう意味ですかこういうふうに、ちょっと頭を下げてお辞儀をするっていう意味ですよ。わかりました。じゃあまた。失礼します。おはよう。おはよう。 眠そうだね。うーん。昨夜2時半まで勉強してたから。もっと早く寝ればいいのに。日本語の宿題がたくさんあったし、それに難しくて、なかなか終わらなくて。あ、大変だ早く行かないと、授業に遅れちゃう私も。ねえ、外見たえなんで そう。しかもザーザー降り。ザーザー降りって大雨っていうこと。雨がすごく降ってる。ええ、嫌だな。じゃあ、急いでるから先に行くね。うん。じゃあ、また後でね。日本人がアメリカ人によく聞かれて困る質問の一つに、How are you は日本語で何というか。 というのがあるもちろん日本語にも、いかがですかとか、お元気ですかなどという言葉はあるが、いかがですかは多分病気の人に言うのが普通だし、お元気ですかはしばらくぶりで会った人にしか言えない。つまり、毎日会う人に、いかがですかとか、お元気ですかと言うと非常に変なわけである。 日本人はその代わりに天気の話をすることが多いだろう。いいお天気ですね、とか、寒いですね、とか、その日の天気によっていろいろ言えばよい。Have a nice day というのは日本語で何というか、と聞かれるのも困る。日本語にはそれにあたる言葉がないからである。人と別れるときには、 相手が目上であれば、では失礼します。友人であれば、じゃあまた、などと言うだけだろう。Have a nice day を日本語に訳して使ったら大変おかしい。アメリカ人はそういう説明を聞くと変な顔をするが、実は日本語にはあって英語にない挨拶言葉もたくさんあるのだ。例えば、食事の前のいただきます。 食事の後のごちそうさまでしたがそのいい例だ。日本人が自分の家を出るときに言う行ってきます。それに対して家族の言う行ってらっしゃい。家へ帰ってきた人の言うただいま。そのとき家族の言うお帰りなさい。などという挨拶も英語にはない。日本人は 数日前に会った人にまた会うと、先日はどうもと挨拶することが多い。英語でも、Thank you for the other day とか、It was good to see you the other day などと言えないことはないが、日本語の先日はどうものような決まり文句にはなっていない。一般的に言って、決まり文句になった挨拶用語は、英語より日本語の方が多いだろう。 三田先生、ちょっとお邪魔します。はい、何ですか今朝の授業で宿題をいただくのを忘れてしまったんですが。そうですか。ちょっと待ってください。これですね。今日はこの三枚でしたよ。すみませんでした。じゃあ、明日持ってくるのを忘れないでね。はい、わかりました。あ、それからもう一つお願いがあるんですけど。何でしょう 実は、今度の期末試験のことなんですけど。ええ。日本語の試験の日に他の試験が二つもあって。一日に試験が三つですかええ、そうなんです。日本語の試験をその前の日に受けさせていただけないでしょうか。まあ、そういうことなら仕方ありませんね。前の日というと、 18日の水曜日ですね。はい、そうです。じゃあ、その日の午後1時に、ここへ来てください。はい、1時ですね。いいですかええ、大丈夫です。じゃあ、水曜日の1時に伺います。どうもありがとうございました。いいえ。先生、今2、3分よろしいでしょうかいいですよ。何ですか あの、実は、来年留学したいので、奨学金に申し込みたいんですが、推薦状を書いていただけないでしょうか。ええ、いいですよ。これが推薦状の用紙です。ああ、そうですか。宛先はアドレスですかええ。この紙に書いてあります。切手も持ってきました。わかりました。 締め切りはいつですかあの、締め切りって何でしょうかいつまでに送ればいいかっていうことですよ。ああ、わかりました。来週の金曜日です。じゃあ、今週中に出しておきます。すみません。よろしくお願いします。はい。ゆり、何私、今日も授業休もうと思って、 まだ熱あるのうん。それに、頭も痛いし。そう。大丈夫うん。悪いけど、一つ頼んでもいい何今日の午後、三田先生から日本語の宿題もらってきてくれないいいよ。三田先生の部屋って、どこにあるのハリスホールの523。523ね。 三時ごろじゃないと寄れないけど、三時はちょうど先生のオフィスアワーだから大丈夫。じゃあ、もらってくるね。ありがとう。この頃アメリカの主な大学では、日本の大学と交換プログラムをやっているところが多い。日本に留学したいと思ったら、そういうプログラムを利用するのが一番便利だろう。その場合、授業料はアメリカの大学に払うので、 アメリカで勉強するときと同じである。毎年交換される学生の数はプログラムによって決まっている。例えば、日本の大学から学生が毎年3人送られてくるなら、アメリカの大学からも大体同じ数の学生が行くというのが普通だろう。交換プログラムに選ばれるのが難しいか優しいかは大学によって違うが、一般的に言えば、 申し込む学生が多ければ多いほど選ばれるのが難しくなる。交換プログラムに申し込むと書類選考と面接が行われる。成績や性格や態度が良く、留学目的のはっきりしている学生が優先される。交換プログラム以外の大学に留学したい場合は、大学がほとんど何も助けてくれないから、 入学申し込みは全部自分でやらなければならない。留学が終わって帰国してからも日本の大学で取った単位を自分の大学で認めてもらいたければ大学と交渉しなければならないし必ずしも同じ数の単位がもらえるというわけでもない。留学生は日本の大学では留学生別科か国際学部に入れられる。 そこでは日本語の時間が一番多いが、その他日本の文学、歴史、経済、政治、宗教などのコースが英語で取れる。しかしそういうクラスに出る学生は大体留学生ばかりだから、日本人学生に会いたければサークル活動をするのがいい。スポーツでもいいし音楽でもいいが、何かのサークルに入れば日本人学生と友達になれる。 留学生は日本ではなるべくホームステイをすべきだ。ホームステイをすれば日本の家庭を中から見ることができる。また、ホストファミリーの人たちと日本語で話すことができるから会話も上手になる。ジェイソン、家族の写真持ってるええ、あります。ちょっと見せてもらってもいいええ。 二枚ありますけど。これがお父さんええ、父です。ずいぶん背の高い方ね。何してらっしゃるの大学で教えています。そう。何の先生アメリカの歴史です。アメリカ史ね。お母さんもお背が高いね。ええ。だから僕も背が高くなったんだと思います。それで、 お母さんも何か仕事してらっしゃるの母は弁護士です。へえ、アメリカには女性の弁護士が多いのええ、別に珍しくありません。そう。それで、これがお兄さんと妹さんね。お兄さんも大学生ええ。兄は僕より一つ上だから、もう来年卒業ですけど。妹さんは 妹は僕より三つ下で、高校の四年生です。お母さんに似てるね。お母さん、ちょっと駅前まで買い物に行きたいんですけど、自転車借りてもいいですかいいですよ。それから、何アメリカの大学の友達で、今、東京で英語を教えている人に、昨日偶然会ったんです。 いつかここへ連れてきたいんですけど、いいでしょうかいいですよ。なんていう人エミリーって言うんです。日本人の家に一度も行ったことがないなんて言ってました。じゃあ、明日夕食に来てもらったらどう久しぶりにすき焼きにしようと思っていたところだから。三田先生、もう10月の末になりましたが、 東京はまだ暖かくて、時々夏のように暑い日さえあります。そちらは、もう紅葉も終わった頃ではないでしょうか。長い間ご無沙汰しましたが、その後お元気ですか日本へ来てから、いつの間にか2ヶ月も経ってしまいました。毎日面白い経験をしているので、時の経つのが早いです。そちらはどうですか 今学期はどんなコースを教えていらっしゃいますか私はもうだいぶ日本の生活に慣れてきました。そちらを出る前に先生や日本人の友達たちから日本の生活や大学についていろいろ聞いておいたのが大変役に立っています。もちろん初めのうちカルチャーショックがなかったわけではありませんがあまりひどいショックは受けないで済みました。 こちらの大学では学生たちがみんな携帯電話を持っているので、私もこちらに来てすぐ携帯電話を買いました。電車の中では携帯で話すことはできませんが、みんな電車に乗るとすぐメールを熱心に打っているのにはびっくりしました。ホストファミリーの人たちはみんないい人たちなので、本当に助かっています。お母さんは料理が上手で、毎日おいしいものを食べさせてくれます。でも、 日本料理は体にいいようですね。随分食べているのに体重はほとんど変わりません。大学では日本語、日本史、日本経済、仏教などをとっています。日本語のクラスでは新聞記事など難しいものをたくさん読んでいます。漢字テストが毎日あるので新しい漢字を随分覚えました。 アルバイトも一週間に三時間ぐらいやっています。三人の人に毎週一時間ずつ英会話を教えるアルバイトですが、一回三千円ももらえます。アメリカのアルバイトよりずっといいです。でも、アルバイトをしすぎると勉強時間が足りなくなるから、これ以上はやらないことにしようと思っています。では、 今晩はこれから日本語の宿題をしなければならないので、これで失礼します。そちらはこれから寒くなると思います。どうぞお体にお気をつけください。石山先生にもよろしくお伝えください。ジェイソン・トンプソン。おはようございます。おはようございます。ちょっと伺いたいんですが、何でしょう私、新しい留学生なんですけど。 はい。明日のオリエンテーションはどこでしょうかオリエンテーションは朝の9時からで、部屋はこの建物の208号室ですよ。玄関のドアのそばに張り紙がしてあったでしょう。すみません。気がつきませんでした。9時から208号室ですね。そうです。それからもう一つ質問してもいいですかいいですよ。 アドバイザーの先生にお会いしたいんですけど、何という先生でしょうかああ、アドバイザーの先生の名前は明日のオリエンテーションの時に発表されますから、それまで待ってください。はい。それから明日は日本語のプレイスメントテストもありますね。ええ、プレイスメントテストはオリエンテーションのすぐ後で。場所は同じ208号室です。わかりました。どうもありがとうございました。 いいえ。先生、ちょっとご相談したいことがあるんですが、今よろしいでしょうかええ、どうぞ。何でしょうか実は、あの、日本語のクラスのことなんですけど、今のクラスは私にはちょっとレベルが高すぎると思うんです。もう一つ下のクラスに移った方がいいかと思うんですが。 うーんでも、ラーセンさんは漢字はもう一歩といったところですが、プレイスメントテストの成績も悪くなかったし、文法もちゃんとしているから、頑張れば大丈夫だと思いますよ。せっかく日本へ来たんだから、少し難しいクラスにチャレンジしてみる方がいいと思いますけどね。そうですね。でも、あの、予習や宿題にものすごく時間がかかって、<laughs> 他に日本文学と現代史と社会学のコースを取っていて、どのコースも結構宿題が多いので、日本語ばっかり勉強しているわけにもいかないんです。この調子だと、学期末になってどうなるか心配です。そうですか、それは大変ですね。でもそうかといって、もう一つ下のレベルのクラスだと、優しすぎてつまらないと思いますよ。もう少し頑張って様子を見たらどうですか そうですね。じゃあ、あと一週間ぐらい様子を見てから、またご相談します。お忙しいところ、どうもありがとうございました。